野菜ソムリエプロの宮崎貴です。今朝鎌倉の連売に行ってこれを買ってきました。金地草です。この野菜、場所によっていろんな呼び名があって、式部草っていう場所もあれば、水前寺菜っていう場所もあれば、沖縄ではハンダバっていうそうです。鎌倉では金地草って言ってます。この野菜ちょっと変わっていて、葉っぱのですね、表側は普通にこう緑色なんですけれども、裏にすると紫色なんです。この紫色のところの色が綺麗な色が出せる野菜なんですね。それで、今日はですね、この金地草を使ってこの綺麗な色を最大限引き出したお料理をこれから2つ作っていきます。材料はこちらです。動画の説明欄にこれと同じものを出しておきますので、そちらもご覧になってください。あとクックパッドのレシピのリンクも合わせて貼っておきます。それではまず酢に砂糖を、塩を加えて完全に溶けるまでよく混ぜます。お湯を沸かしている間に金地草の葉っぱを切っていきます。鍋のお湯が沸きましたので、これから金地草を入れて30秒茹でるようにいたします。はい、じゃあ金地草を入れます。はい、では30秒経ちましたので、こちらを冷水に取りますが、この時にですね、茹で汁捨てないでくださいね。流水で流していきます。これがですね、茹で汁ですね。なんで茹で汁捨てちゃいけないかというと、この後で作るものに関係してるからです。はい、じゃあそろそろいいので金地草をざるにあげていきます。で、ざるにあげた金地草は軽く絞って、ください。はい、今金地草を絞りました。ちょっとぬめりが出てくるんですよね。それでは茹で上がった金地草を食べやすい大きさに切っていきます。次に切り分けた金地草と先ほど作りました甘酢を混ぜます。こうすると甘酢に赤い色がだんだんと移っていくんです。では器に盛り付けていきます。で、最後に生姜をトッピングします。今度はこの茹で汁を使ってこれを作ります。材料はこちらです。動画の説明欄にこれと同じものを出しておきますので、そちらもご覧になってください。それとクックパッドのレシピも合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもご覧ください。ヨーグルトに砂糖大さじ2と2分の1を加えて混ぜます。クックゼラチン 5g を80度以上の熱湯 50ml で溶かします。それをヨーグルトの中に加えて混ぜていきます。だいたい容器の半分ぐらいですね。キンジソウの茹で汁を鍋に入れて火にかけます。はい、そして、砂糖を加えます。沸騰する直前で火を止めます。そうしたらクックゼラチンを加えて混ぜてください。で、このまま冷めるまで、置いておきます。冷蔵庫に入れて約1時間、このように固まっております。それでは冷ましたキンジソウの茹で汁、これをこの上に注いでいきます。このようにまたラップをかけて冷蔵庫で1時間冷やします。すごく美味しそうにできたので、これから食べてみます。まずキンジソウの酢の物ですね。この甘酢に映ったこのピンクのですね、色がなんとも言えませんよね。じゃあちょっと食べてみます。このキンジソウって少しぬめりがあります。これがやっぱりこのキンジソウの魅力の一つなんです。日本人好みのこのちょっとぬめり感ですね。で、食感はシャキシャキっとした感じで、とっても心地いい食感があります。うん。次はゼリーです。この酢の物を作った時に出た煮汁を捨てないで、それを固めてゼリーにしてるんですけれども、なんともこの淡いピンク色がなんか可愛くていいですよね。ちょっとじゃあ食べますね。いい感じですね。この2層になってて、で上のこのキンジソウのゼリー、これはまたなんか透明感があっていいんですけれども、その下に入ってるヨーグルトのゼリーがちょっとなんかちょっと濃厚な感じがしてですね、この組み合わせがまた何とも言えなくいい感じですよね。美味しかったです。今日はキンジソウの綺麗な色を生かしたお料理を2つ作りました。お料理は味も大切ですけれども、また見た目というのもすごく大切な要素だと思います。キンジソウはシャキッとした食感とちょっとぬめり感があって、それでいて色がすごく綺麗といういろんな要素がギュッと詰まったすごい野菜だなと思います。是非キンジソウで綺麗なお料理を作ってみてください。はい、今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。また今度もちょっと面白い野菜を何か探してきて、そのレシピを作っていきたいと思いますので、また見てください。ではまたお会いしましょう。さようなら。